ペルージャのミニメトロペルージャのミニメトロロセンズミニメトロは、ポマ、ライトナーグループによって構築される、ケーブル推進化された、オートメイテッドピープルムーバーシステムの一種である。車両は、レール、またはエアクッション上で動作しており、分離可能なグリップ、または固定グリップのどちらかを備えている。ライトナーは、イタリア共和国のビピテーノに、車両のためのテストトラックを所有している。 当システムの現在の最大定員数は1時間あたり約8000人である。ミニメトロブランドで導入されている最新のシステムは2013年5月に開業したカイロ国際空港のピープルムーバーであった。イタリア共和国のペルージャでは都心の自動車による交通量を緩和するために 3.2km の距離で7つの駅があるアップムシステムが2008年2月に開業した。 このシステムは乗客定員25人及び最高速度時速 25km であり車両長 5m で25両以上の車両からなっている。次に続く列車までの運転間隔は約1.5分である。2013年ではこのシステムは1日あたり1万人の乗客を輸送している。このシステムでは2本目となる路線を計画している。 なお、イタリア共和国のボルツァーノ及びデンマークのコペンハーゲンにおいて同様のシステムが検討中である。ありがとうございます。